ハムダーン朝は、ジャズイーラ地方から、シリア北部を支配したイスラム王朝。ハムダーン朝は、ジャズイーラ地方から東南アナトリアにかけてのユーフラテス、川上流域に居住する、アラブ人のタグリブ部族の出自である。旧世紀に、アッパース朝の力が衰えるとこの地域では、タグリブ族を含むアラブ遊牧民の活動が、盛んになり、そのうちの一人である。 タグリ部族のハムダーンイーブンハムドゥンは890年にアナトリア島南部の都市マルディンの総督に任じられた。ハムダーンの子らもアッパース町に仕えてアラブ遊牧民軍の有力者として活躍し906年には兄弟の一人アブドゥラーイブンハムダーンがモースルの総督に任じられた。929年にアブドゥーラーが亡くなるとこの破産が モースル総督を引き継ぎ、アッパース朝と交渉して、効能を行うのと引き換えに、カリフから、ジャズイラ地方の支配権を承認された。当時、アッパース朝のカリフは、首都バグダードを中心とする、本拠地のイラク中部においても、実権を、将軍の筆頭であるダイアミールに奪われていたが、ダイアミールの地位をめぐって、将軍間の抗争が激化していた。 バグダードに近いモースルを支配するハムダーン長もこれに介入するようになり、942年にハムダーン長はイラク中部に進軍して、オーアミールのイブン・アイクを殺害した。バグダードに入場したハサンは、ナーシル・アッダウラの称号を与えられ、ダイアミールに就任して、アッパース長の政権を奪取した。しかし直後の945年には、 東のファールス地方を支配するブワイフ朝がイラクに入ってアッパース朝の保護権を奪った。これ以降、ハムダーン朝とブワイフ長はバグダードの支配権とカリフの被護権をめぐって激しく争ったが、ハムダーン朝はブワイフ長に圧迫されて勢力を失っていった。一方、942年のバグダード進行時ニハさんに協力した弟のアリーは、 サイフ・アッダウラの称号を与えられていたが、944年にシリア地方に進軍して、アレッポを占拠。兄の総主権下にアレッポを支配するハムダーン朝の地方政権を起こした。彼は、シリア地方を支配していたエジプトのイフシードアサと協定を結んで、シリア地方を分割し、現在のシリア北部からトルコ東南部、イラク北西部に至る地域を占拠した。 しかし同じ頃、勢力を拡大していた、マケドニア朝東ローマ帝国の東アナトリア、北、シリアへの攻勢が激化し、キリキア方面の北部領土を奪われた。しかし、財布、アザウラは、東ローマ帝国の大軍に対して、ジハードを掲げて、果敢に抵抗したため、アラブ戦士の勘として名を残した。また、文芸の保護者としても知られ、アレッポの宮廷には、 詩人、ムタナビーやアブルファラジュを、はじめ多くのアラブ人の文人が集められ、アラブ文学が栄えた。967年に、ナーシル・アッダウラ、サイフ・アッダウラが相次いで亡くなると、ハムダアン朝の両政権は力を失い、アレッポン政権は、 アレッポの他ホムスをわずかに領有するのみとなり、イフシードアサに代わって、エジプトシリアの支配者となったファーティマ朝の日ご下に、入った。979年には、モースル政権が、ブワイフ朝に大敗を喫し、ブワイフ朝に屈服した。990年、モースル政権は、うかいる朝に、モースルを奪われ、北、イラクから、東アナトリアにかけての領土は、 アラブ人のウカイル朝とクルド人のマルワーナサによって分割された。アレッポの政権はその後も名脈を保ったが、1004年に王家が断絶し、ファーティマ朝に併合された。ありがとうございます。